はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もポケモンソードをプレイしていきます。さあ、クリア後ね、最初のプレイとなるんですけど、はい、じゃあやっていきましょうか。結局あの盾とソードのポケモンを手に入れるのかな。さあ、あ、ホップがいる。で、あ、こんな森の奥に、一体どうしたんだ。いや、やることないからザシアンとザマゼンタが眠っていた森だからな。誰も入ってこなくて静かで、考えるのにぴったりなんだ。あ、今後を考えてんのかな、なんか。あ、今さらうん、兄貴ね、兄貴強かったな。うん、やっぱライバルがちょっとすごすぎるから、もうあれかな、ちょっと気落ちしてんのかな。マジで勝負すんの。なんかね、エキスパンションとかも出てきて、追加要素結構あんのかな。まあ、こうかな。レベル上げたいっていうのもあるし。雑魚でしょ、こいつ。相変わらずの。強くなってんの。またあれじゃない、鬱になっちゃうんじゃないこれ。あ、6体いるな、マユール。こいつ弱いかな。あ、そっかそっか、技がね、結構あの前回のチャンピオン専用になってるから、そこら辺どうかだな。飛びだ、これ外れるとまずいよ。よし、これワンパンね。リスクのある技があるな。ドレインパンチに変えとこうかな。アーマーがこいつ強いんだよな。あ、でも炎があるから大丈夫か。逆にここは助かるっす。あ、でも微妙だな、一発じゃないだろうからな。岩なだれは、あー無理か、鋼飛行なんでね。ここは炎のパンチで、ちょっとめんどくさい。あれ、うわ、飛んでいった、一発やばいかも。こいつ一発だったらやばいな。え、これ、あ、ハンドあるんだ。使えんのかな、マックス。ダイマックス無理だよな。ガッツで様子見るか。ダイマックス無理だったらこいつ結構強い、これ。よし、先手硬いな、すげえ硬いな。こいつだけ強いこのカラスだけ強いよ。マジか、ちょっと、あー、これ回復の薬とか使われたらまたあれなんだよな。化け物で炎のパンチ、あ、やっぱ使ってくるよな。こうなるとまずいよ。よし、あ、強い、さすが、さすが化け物。これマジでさすがだな、一発耐えるでしょ。あ、さすが、やっぱ化け物違うわ。よし、まあ、あと大したことないからな、他のやつらで対処してもらおう。武蔵もいるし、ううってあいつか。あ、マジか、電気いたっけ。電気のやつこいつしかいないからな。ローキック、ちょっとこいつ確実に倒したいんだよな。ローキック入れとくか。こいつはね、ちょっと飛行水なんで、また飛行なんで、飛行ポケモンきついな。前回のね、リザードもあの飛行が入ってたんで、そう独占したんですよね。一発ローキック耐えるだろう、まあ、そこまで攻撃力はないと思う。モンスターとしてはそんなに強くないと思うんだよな。やっぱりスパイス下げたんで、まあ普通に岩なだれでも OK だったかもしれない。よし、まあ、さっきのに比べてモンスター自体が弱いっていうのがでかいな。技も OK。 カビゴンか、カビゴン普通にバカ力って何だったっけ。一回使いたいな。
命がけとか、命がけ使ってみるか。あ、でも瀕死になるんだ。あ、バカ力いいんじゃないこれ。バカ力強いぞ。よし、果たして、カビゴンか。カビゴン、バカ力で一発ではないかな。でも、おお、一発強い。バカ力、インファイトと結構似てんな。よし、残る、あ、 S バンか。ちょっとまずいな、これ強いな。 S バン強いからな。もう一体、あれあいつかな、変なやウニかな。ガズギウジ、あ、よかったよかった。飛行タイプの技がきついんだけど。言って強い、言って強い。ガズキ素早さ下げてくれ。うわ、強い。負けるんじゃないこれ。負けんじゃないかっていう。暴れた方がいいかもな、これ。暴れた方がいいわ。うわ、負けてるか、素早さ。まずいね、これ。死闘になってる。死闘になってんな。残りのやつあいつで倒すんだったら命がけいきたいんだけどな。まあ、あいつ倒せると見て命がけでいくしかないな、これ。命がけいくしかないよ、これ。あー、でも結構食らっちゃってったらまずいか。75の威力が出るってこと。でも75与えるってこと。これが命がけのせいか。負けたんじゃない、負けたんじゃない、これ先生できないでしょ。相手はバカで回復の薬とか使ってくれたらいいんだけど、使わないよな。あ、なんだ、外れた。あ、マジマジ勝ったんじゃない。なんかよくよくわからないけど、なんか外れたみたいなんで。バチン、ウニでしょ、こいつでしょ。ウニ弱いだろう。ウニ勝ってるか、普通に。あ、ドレインパンチあるわ。これで回復していこうぜ。あ、弱、ウニ弱いわ。これ勝ってましたね、なんとか。なんか相手の攻撃が外れたおかげで。ゴミだろ。お情けでこんなやつ入れてるか、負けんだよ。よし、よかったよかった。あれが外れてなかったらやばかったもんな。いや、強かった、正直舐めてたよ。いや、そんな友達との、いや、友達との戦いでそんな切れられたらもう戦えないよ。うん、そうだよな。どうした？あ、ソニアまで来た。はいはい。まだみんなに祝ってもらってなかったのか。パーティーぐらい開いてくれよ。そういうのないのかな。絶対大人が開いてくれるでしょう。うん、はいはい。え、本出版したんだ。あ、これでなんかあれかな、本見て今後の活動を決めていくって感じかもな。うん、あ、朽ちた剣と朽ちた盾、あ、確かに返さないとな。借りていたのか、あれ。はいはい。あ、そしたらまた会えるんだ。逆じゃない、返さなかったらあいつは取りに来るんじゃない。返しとこう、マスターソード。もうちょっと掃除とかしてやれよ。もう草木が生えっぱなしになってるけど。んー、パワースポット探しまして。なんだなんだ、青と赤の。あ、マジでこの人たちに渡した方がよくないねえ。これ命かけてんぞ、マジで。このポケモンに命かけてんぞ、これ。
あ、嘘書いてんの。そっと、あ、命かけてな、シルリエ。純血なる血族。あ、そうなんだ。そんなのあんの。どういうことだろう。地方のあれかな。まあ、関東で生まれ育ったってことかな、親も。おじいちゃんも、おばあちゃんも。マジで、いいんじゃない。いい人でしょ、これ。いい人、いい人ではないかもしれないけど、命はかけてるでしょ、こっちより。ああ。いいんじゃないの。あ、平民のくせに、意外と推しが強いですね。あ、しょ、いや、こいつのせいで、こいつのせいでさ、と、今、弱ってんだけど。いやいや、残り2体くらいしかいないんだけど。ソッド君、回復してんのかな。あ、マジ。あ、すげえ、ゴージャスボールだ。ゲイが細かい。おい、ま、化け物しかいねえぞ、これ。化け物しかいねえぞ、お前。いや、おかしいでしょ、これ。さすがに回復させていくか。この戦闘おかしいでしょうね、元気の塊。普通にクマを置く前にしよう、強いから。いや、これ使わないで無理でしょ。ふざけんなよ。何、何、何したの。あ、猶予期間、あ、回復の時間くれてんじゃん、これ。いい人なんじゃない、この人やっぱ。回復の時間くれてんぞ。ねえ、塊使う時間くれてる。スターアサルト。何これ。どこで覚えたの。うわぁ。何の技なんだろう。すげえ強い。当然ここはね、いや、こいつ行きたいんだけど、や、暴れるがマジ、熊、奥熊強いから。なんだよ、こいつ。ブレインパンチもあるか、まあ、暴れる一発だろっていうのあるからな。それくらい暴れるって強い。あ、マジマジ。どうした、あ、反動受けてる。さっきの技ってそんなに強いんだ。破壊光線レベルの。格闘の破壊光線的な感じかな。まあ、これは変えればいいんでね。二段ギル、あ、このやつ出してくんだ。これは悪なんだけど、いけるかな。二段ギルって相当パワーあるよな、多分。回復しとくか。相当パワーあるよ。アックジャイアンかな。あ、聖なる剣覚えてるのか。これ強いな。これジャイアンがワンパンでやられたら相当やばい。防御はないんじゃないかな、このバージョンだと。よし、先行。あ、結構強いのか。お、あ、バカでよかった。相当なバカでよかった。聖なる剣さえちゃ一発だったでしょ。よし、まあ残り2体なんで、もうこれ以上回復使わなくてもいけると思う。 OK。 誰だ、クソクムシャか。もうでいいかな。岩なだれ。霊がしらか。そんな強くないけどな。一発ではないよな。強い。あ、帰ってきたか。こいつ帰っていくね。切り刻ん？切り刻んは得意じゃない。当たるかどうかなんだよな、これ。当たれば間違いなくワンパン。あ、よかったよかった。あ、でも。同じか。外れれば同じことか。よし。ナイスナイス。ってことは残りはあいつ、グソクムシャだけ。なんとか勝てそうですね。いやいやいや。本気の人さっき出てきてましたよ。この人さっき出てきてましたよ。帰って行ったけど。岩なだれ。
まあ、また出会いガチャ。これで無限になんか出会いガチャ打ってくるってことこいつ。よくわかんないけど。よし。さてさて。返してもらえんのかな。ははは。でもこの人の情熱本物だと思う。あ、返した。なかなか強いではないですか。うん。お散歩用なんだ。こいつ相当強いな。え、マジで？なんか負け役でかわいそうだな、ホップも。もうちょっと勝たせてあげてよ。お、兄じゃ。はいはい。あ、無限ダイナね。沈めたものですよ。あ、手柄横取りしたんだ。はいはい。あ、ご先祖様なんだ、あれ。いたな。バチ当たりだ。うん。なかなか頭はおかしいな。情熱は買うけどね。うん。いや、焦っていた時からあいつポケモンいなかったんだよ、もう。全部瀕死で。二軍出したんだろう。うん。いや、ホッパーどうでもいいや。研究所に行けってことか。さあ、研究所に来て。誰これ。こんな人いたっけ。はいはい。あ、こちらはやっぱり、初登場。助手なんだ。そんな稼いでんの。うん。ローズ委員長が集めていた大量の願い星。今この研究所で預かっているんだけど。あ、整理してくれてんだ。なんか怪しいな。うん。なんだろう。これかな、植物かな。パワースポット探しましょ。うん。ビンゴ。あいつらの近くにいたときなぜか反応してた。つまり、うん、マシンの反応を追えばシーソーコンビ、あいつはシーソーコンビって言うんだ。名付けられたんだ。うん、あ、そういうことね。はいはい。まあ、その反応で次はクリア後はやっていくってことかな。あー、そういうことね。あ、なんかなってんの。びっくりマークついてる、ターフタウンに。あ、ターフスタジアムか。うん。あいつらいんのか。あ、それで行けってこと。あ、来たんだけど、野郎さんがいんな。あ、根津さんもいるわ。やっぱなんか起きてんのかな。うん。あ、根津さんとのエキシビジョンマッチの途中。あー、ダイマックスポケモン暴れてんだ。おお。あ、避難させて。ホップもなんか嗅ぎつけたんだな。あ、あいつら追いかけた。すごいな、ここまで追いかけてきたの。結構遠かったぞ。あ、あいつらがなんかやってんだ。みんなでやるの。結局一人で戦うんじゃないの。みんなでやるみたいに見せて。また自信失ってんな。ちょっと接待バトルした方がいいんじゃないのこれ。ねえ、ちょっと負けてあげて。お。ねえ、なんだこれ。アマージョ。根津さん舐めすぎでしょこれ。マイク持ってるよあいつ。普通にこれダイマックスして大盤打った方がいいんじゃない。これ。あ、でも普通に格闘のあれやって味方を攻撃上げてあげてもよかったか。火炎ボール。あいつ本気だな今回。地獄漬け。根津さん頼りにならないな根津さん。連絡来た。
わあ、ネズさんだ。ネズさん狙い撃ちされてる。かわいそうに。ネズさん苦労してるのにな。竜の前なんだこいつ。攻撃しろよ。出番。まあ、4対1やったら全然勝てますよね。あ、結構強いな。結構強いんだな。やっぱあいつホップのモンスターが強いんだ。ナイスナイス。こいつのおかげで分かる。一番活躍してるし。誰のモンスターこれ。あいつら。あ、おとなしくなってる。あ、元気のかけら使ってる。はいはい。ネズさん、ネズさんちょっとトラウマでしょうね今の。トレーナーいなかったな。でポケモン自身も力を制御できなくて戸惑ってる。あ、まあ第二のローズ委員長が出てきたのかな。何か感じました？感じたかも。すごい適当だけどね。あー、こいつ自分のポケモンにすんなこれ。あ、そうなんだ。完全この人のものになるでしょこれ。おお、いたいた、シーソーコンビ。ははは、立て返すよ。なんでさっき返したの。返さなくてよかったんじゃない、さっき。マジ完全に革命起こされるやつだなこれ。はいはい。最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるのです。本性アンチなのかな。見たいだけじゃない、好きなんじゃないんだ。あいつは逃げてね。トラップの可能性もあります。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせた言ってたことからほぼ確定ですね。止めないと。止めるってことか。でまたあれかな、タウンマップ見るとあれ別に反応示してない。外に出ろってことか。あ、出たらやっぱりイベントが。どうした。収まったと思ったらバウスタジアムとエンジンスタジアム。あ、これ全部回っていかないといけないよ。あれ大げさに大げさに。ネズさんね。あ、もうジムリーダー妹に譲ってんだ。いや、これから怒るでしょ絶対。教えといてあげないと。スタジアムだな。あ、行けってことか。はい、という感じでね、またちょっとイベント起こり始めたみたいなんで、これね、また次回以降に、はい、解決していきたいなと思いますので、はい、また次回以降もお楽しみにしてください。それでは、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてお気に触ってますので、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。